新潟県糸井川市でで、起きた大規模火災災新潟県は被,災者,再被災者生活全体の要請を受けてです、ね、あのそこは柔軟にかつ迅速にご対応いただいたんだと思います糸魚川市の大規模火災では144棟が焼けこのうち120棟が全焼しました。 支援法の適用によって住宅が全焼した世帯には国の制度で300万円、県の制度で100万円、合わせて400万円の支援金が支給されます。支援法は通常の火災は対象にしていませんが、政府は強い風によって被害が拡大したと判断しました。地震による火災害で適用されるのは初めてです。